ライトとなります。さあ本日で4月8日愛媛マンダリンパレスとの試合です。さあ初回と、徳島先発白川先頭出しましたが併殺打と空振り三振打三振で初回を無失点に抑えました。徳島先発白川ナイスピッチングでしたね。はい、ナイスピッチングです。初回の最後も147と、まあ、いいボールが行きましたね。さあそして2回の表愛媛マンダリンパイレーツ上野がライト前へタイムリー2点先制のタイムリーヒット。愛媛マンダリンパイレーツ2点を先制します。いやナイスバッティングでしたね上野選手。さあそして3回の表、キャッチャーの島原選手のライト前ヒットでさらに1点を追加し3対0、愛媛マンダリンパイレーツリードを3点に広げました。そしてその裏岸本の三遊間を破るヒット、ワンアウトランナー一塁でツーアウトアウトを挟んでからムーディーのレフト線への当たりで岸本一塁からホームへ激走、徳島1点を返しました。ナイスバッティングでしたね。はい、よかったですね。ムーディーもこの間に、ね、しっかり三塁に進んでるので、ね、はい、ナイス走塁でしたね。さあそして4回の裏、徳島はヒョンジンのライト前のタイムリーヒットで3対2と1点をさらに返します。ナイスバッティング、ヒョンジン。さあそして5回の裏、徳島は7番の角井ライトへ犠牲フライで5回に3対3に追いつきました。ここもねやっぱね1点ずつでしたけどね、はい、しっかり追いついたのが良かったですね。さあそして6回からマウンドに上がった川口、1打三振を含む、無失点の投球ということでナイスピッチングでした川口。で今日も40後半のナイスピッチングでしたね。さあそして7回の裏、愛媛この回から登板した羽野が150キロ台を連発して無失点に抑えました。まあ、ランナーこそ出しましたが0で抑えて、はい、勝は3対3引き分けとなっております。